はい、おはようございます。私たちは今長野県の、茅野市だったかな諏訪の上の方ですね、唐沢高専のところに来ています。で今日はこちらから天狗岳に登りたいと思います。八ヶ岳です。はい、それでは唐沢高専から西天狗の方向ですね。右に曲がっていきます。ちなみに左に行くとあの黒百合ヒュッテの方に到着できるコースですね。はい、では右に入っていきます。橋が出てくると思ったけどな。ちょっと車で、おお、送迎バスが並んでますね。じゃあ橋渡ります。おお、いきなり苔の石びっしり。バンダナおじさん登場。何言ってんだよ。縛れないかなこれ。縛ろうか。縛れた。はい。いや、段差というか石がなんかでかくなってきた、ね。うん。八ヶ岳って感じだね。八ヶ岳。来たやつ。いやー、こけん綺麗です。はい、分岐に着きました。左ですね、西天狗。あ、ここからちょっと根っこが、さらに根っこがぶらされるのかな。あ、でも大きい石がちょっと消えるかな。消えるっていうか少なくなるんだったかな。この見える範囲だけね。見える範囲ね。見たものが全てではない。星の王子様ですか。ここはあのよく覚えてる。よく覚えてるってもう今回で4回目なんだけどね。いかに記憶力がねないか。どっちかというと私の段差が。ああ、大事に到着。天狗の山頂と、あれ東かな、小屋も見えるわ。あれ根石の小屋じゃねえ。こんにちは。はい、赤崎バックに報道者かフリアンバー。はい、第一展望台を後にするとね、またちょっと樹林帯戻っちゃうんですよね。はい、こっちが第一展望台でした。いつも間違える。あそこパーって開けるからさ、あそこが第一だと思うんだよね。こっちもねいいですよ。こっちの方が休憩しやすいかな。多分みんな、まあ、あの最初のところで、ね、休憩するんですよね。それ俺たちが休憩したからです。そうか、すられて、すいませんねって感じ。いや、なんか第一展望台過ぎたらさ、風がすごいね。うん、おでにすごく風通しが良くていいね。うわー、ここシラビソのいい匂いがするわ。森林浴だね。いよいよ、あの岩山登るんだけど下るんだよね。
ました。岩登り。天狗名物。ここで速攻元気。岩登りの前に速攻元気飲みます。これでこの速攻元気ってでもさ、あもうちょっと薄い。20カロリーしかないんだ。薄いなこれ。これをクルーリフっての方が時間がかかる。あそこの下りかかるんですよね。あのクルー入りまで行かれます？一応行ってあそこでビーチ中旅を。ああいいですね。あそこの手前のあの中山峠の方に行くか、それともこういった岩ゴロゴロのところ行くか。どっちが楽ですか？多分ね、中山峠の方が楽だと思います。中山峠ルートで行きます。ただうちもね、そっち行ったことないんですよ、ね、なので保証はできないんですけどね。いやいや、ただその石ゴロゴロ下るよりはまだいいかなって。うん、うん、こっちに矢印はある。うちもここ3年ぶりぐらいかな、確か3、4年ぶりかな。間違ってそっちの方に行きそうになったね。先が見えないからね、うん。今日はでもアブがいないねえ、意外よかったな。うん、あとちょっとだね。そうね、うん、よいしょ。うん、青い空にこのハイマツの緑がいいですね。ああ出てきた、西天狗到着です。ああ今日は空いてるな。あるもいない、嘘みたい。梅雨入り前とさ、うん、梅雨 前期の晴れの日って、うん、そんなにあれだよね、蒸し暑くないんだよ。蒸し暑くない、ね、もしかしたら1年で一番いい、うん、時期かもしれない。6月の後半から7月の前半じゃな、雨が降らなかった。うん、降らないでがね、一番いいかも。格好がね、帰ってから見るととんでもねえ格好して。ああ、自分じゃ分かんないですよね。はいですよ。西天狗岳山頂で会いましたご夫婦です。今ね、あのご主人の方は後ろでカメラ構えてて隠れちゃってるんだけど、このご夫婦に手前のね、岩場がすごかったの。これ今までで初めてかな、あんな怖かったの。そこをね、ルート案内してくれたんで、なんとかここまで来れました。大したルート案内ができなくて。実はね、こちらのご夫婦、週末
登山夫婦。登山夫婦。YouTube アップする。俺よりはるかに、ふっくらよりはるかに登録者数が多い。今日はね、一緒にちょっと映させてもらって。こちらこそ。すいません。週末登山夫婦見られてる方々、多分俺がもし入っていたら、すいません、お邪魔します。ふくちゃん。ふっくらふくちゃん。大丈夫です。ふっくらふくちゃんです。またよろしくお願いします。こちらこそ。八ヶ岳よく来られるんですか？そうね、毎年2回ぐらい、2、3回来るのかな、うん、山はね、変えて。先月も権現行ってきたからね。うん、あ、そうなんですか、うん。いいところですよね。うん、若々しい歩き方してるんで全然追いつかないんだけど、本当優しかった。こっちのルート、こっちのルートでね。ありがとうございました。今度は、今日はこれから東天狗ですね、向かいで。で、それから黒入りヒュッテの方向に向けて。中山峠経由でね。そうそう、中山峠ルート。すいません、あと追いつきはしないんだけど。うちも早くないです。これからきついとこあります？そんなにはもうないや。ちょっとアップダウンがあったりね、まだ石がゴロゴロ全体的にしてるかもしれない。でも怖そうなところ、怖そうなところは問題ないかな、うん、まあ、あのぐらい、あれ以上のところは、ね、足場は少し悪いです。ただ帰りは下山の方はその黒龍ヒュッテから、うん、あっちの道がね、木道みたいのがあるんだけど、やっぱちょっと湿ってるもんで滑りやすい、うん、あ、まあ、そういうところで、うん、さっきみたいなこの急行方向へ、そういう感じ、うん、もうね、こういう状態だったんだ。ふっくらのいつものね、低山ではあれとは全然違う。二人ともね、ご主人も優しいし、奥さんも優しいし、またどっかで。そうですね、お会いできるといいですね。そうですね、今度また。まあ、これを機会にっていうこと。そうですね、ということで。ありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。じゃあ、はい。ありがとうございました。はい。じゃあこれから西天狗に、はい、東天狗に向かいます。はい、よし、うー、すごいね、ここずだ、ここね、がれてるっていうか、ざれてるっていうかね、うん、はい、じゃあ気をつけて降りていきましょう。一旦ね、そうそう、あのコルのとこまで。おお、やべ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 えぞ、って感じ。私は見た、見られた。こっから見ると普通の岩山って感じで。全然忘れてる、こっちのルートも全然忘れてる。あの登山始めて多分 2,3 年まで来たのかな、東天狗か、うん、東天狗まで最初の時に来て、2回目はね、根石までで行って、3回目はあの西天狗って人でだから東天狗はね、もうずっと来てなかったそう、こんな感じだったな、この間の尾根を。いや、4回目でまた東天狗に来たって感じ。うん、靴下こそ出るいや、私同じの履いてるけど大丈夫だよ、うん、インソールとの相性もあるけどね。西天狗から東天狗に、ここは東天狗、そんだけ山頂、わあ、抜けるような、そう、青い空の下に立てましたね。いや、よいしょ。なんか高登山みたいよ。なんか根石岳の山頂でなんかたくさん。あ、そう。さっきからね、声聞こえ。
根石の山頂かな、うん、やっほーって声がしてるね、うん、学校とだね、長野の学校だな。根石に向かうルートが見えてますね。ここかっこいいんですよね、この景色。天狗岳の山頂です。中山ルートだからね、下のあそこのいわいわしたコースじゃないんですよね。あ、もう黒いリフって見えてる。けどここは登ってかないで左に一旦お出る感じですね。あれは正面に高い山が見えてる。浅間山か桜木が今、ね、桜木畑だ。はい、分岐ですね。ここがあのすり鉢池と、すり鉢池あそこに見えてるな。手前にも見えてる池が。今回はね、こっち行かないで、あの樹林帯ルートかな。こっちから行きます。あ、中山峠、峠、黒入り平出てる。はい、じゃあどんなルートか。そう、すり鉢経由じゃなくてね、うん、中山峠経由の黒百合平。ちょっとこっち行ったことないけどね。ニューだな、うん、岩山が見える。もうもろ岩は岩間です。こっちのルートもある程度こういうすごい岩岩したと思う。はい、アクシデントマイクを落としちゃいました。岩の中に片方もう岩の隙間に多分下の方に落ちて見えない、うん、これは撮ることも叶わず八ヶ岳に一個、うん、提供してます。提供まあいいんじゃない。いや、もともとここにつけちゃダメだってことだね。まあだからね、こういったあのワイヤレスマイク、うん、そういったリスクがあるよね、うん、落とすっていうね。標高2000以上でウグイスいるんだ。ずっと鳴いてる。あ、分岐出てきた。ここでもぐるっと見渡せる眺めがいい場所ですね。こういったところがあるんだ。展望台みたいな感じ。地図には載ってないんですよね。だからね、こういった展望の聞くところが途中にあるかどうかちょっとよく分かんなくてね、来たんですけど、よかった。東寺峰。こっちにも島枯れになってるルートがあるんだ。あ、分岐に着きました。あ、中山峠って岩盤があるんだ。そこにある中山峠2410。はい、黒百合平左、
から木道かな。こっちのルートも結構石があったね。ただそのほら炎天下じゃないとかさ、うん、土がまだ見えてるとかそういうところがほとんどだったからまだ良かったかな。はい、木道いいね、楽だわ。この辺湿地帯なのかな。うん、みたいね。水はあるね。はい、テント並んでますね。これより言っての天場かな。風が強くて帽子が飛ばされそう。はい、黒ユリヒュッテ到着。久しぶり。美味しいアイスあります。今何時だ。もう2時だ。あら、2時か。これ4時パターンだね。1時53分4時パターンだよこれ。ちょっとゆっくり来すぎたね。これ美味しいよね、こういうのね。中にチーズが入ってる。前昔食べたね、太いの初めて。うん、昔なんかね、よく連続して買ったチーズインスタント。こっちこれ系のやつ。塩分取れて美味しい。で、ここね、すり鉢池ルートから降りてくるコースですね。ここに山小屋の前に降りてくるんですけどね。なんか降りてる方いますけど、いやー、ここはここでね大変だったと思いますけどね。ね、あの上から降りてくるんです。あのすごいイバイバした、ずーっとあんな感じなんですよ。ずーっとひたすらもう、いいじゃん。前来た時こんなのあったっか。いや、わかんない。多分あったんじゃないの。スケスケだから怖いな。覚えてないな、もう。もう覚えてない。覚えてないね。これですよ、これ。ねえ。大変そうだね。頑張っていきますか、降りますか。歩道がこの辺続いてて歩きやすいですね。ね、渋の湯の方と唐沢高専の分岐ですね。渋の湯行っちゃうとね、ちょっとルートが違うんで気をつけましょう。あ、なんかやっと歩きやすい道になってきた。もうすぐかな。はい、これが最後の橋かな。みたいに、なんか林道っぽい感じ。こんなのが出てきた。あ、唐沢高専。はい。温泉。前もうちょっと、なんかいろんな色があったんだけど、カラフルなようなね。ちょっと、白濁メインになっちゃった。まあね、いろいろ自然も変わるから、自然も変わるからってあれだけど、はい、唐沢高専に帰っていきました。ちょっと空は怪しい。それにしてもアブがすごいまとわりつかれてる。今までいなかったのに急に出てきた。
ハタもいたけど、なんかこの辺が多いのかな。ああ、車もガラガラ。